はい、どうもこんにちは、シューベルト松田です。今日はですね、私の可愛い子供たちをご紹介したいと思います。ずらっと並んでますから、まあ、普段ねライブ会場で、なかなか連れていけない子たちもいるんでね、今日はちょっとご紹介しようかなと。まあ端っこから、まああっちはねよくライブとかでも行ってる大活躍、ギターちゃんです。ギターのパッカーちゃん、そしてこっちがトラちゃん、トラベルギターのトラちゃん。これちょっとギター省略してね、しっかり行こうかな。でこちらがね、サンちゃんです。三振のサンちゃん、まあまあ普通の三振なんですけど、僕の場合はですね、ちょっと普通とちょっと違うのがね、何が違うかというと、パッと見は分かりませんね。はい、これチンダミ工芸モデルでしてね、ここが違うのね。ここがねムドランカラクイ使ってましてね、結構高いのこのカラクイがね。まあボディ普通はもう普通の三振でね、まあいつものライブに持って行ってるものですね。包まれてくぬむい届くと信じって感じでね、これはサンちゃんです。本革で、そしてこちらがねカラクイがチンダミ工芸モデルでムドランカラクイ使ってる、もうライブにいつも持っていってるものですね。こちらがサンちゃん。さあ続いてがこちら、これもライブ会場で見たことないですか。これもねちょっと斬新なモデルでね、これは遊び場特製のですねシューベルト松田モデルブラックのクロちゃんです。ブラックっていうだけでクロちゃんって呼んでますけど、まあ、これも、これはねボディがウッドでできてまして、まあまあ特徴なのがねここね、ペグを使用してましてね、ペグ三振とも言われて、でまあマイクつけて、まあ、これもライブ仕様でね、いろいろ改造してやってます。はい、クロちゃんでした。ありがとうございます。ライブとかにはもうなかなか最近は行ってないんですけど、こちらがね、パッと見皆さん分からないと思いますが、これはねロクちゃんです。ロクシンと言いましてね、まあ、弾き方基本一緒なんですけど、弦がね6本あるんですよ。よく見てください。はい、弦が6本あってね、ロクちゃん、ロクシンのロクちゃんです。こんな感じで、まあ一人二重演奏してるような、二人で弾いてるような感じっていうかな。まあギターにもね、12弦ギターなんていうのありますけど、三振もねこうやって、ね。6弦の三振がある、6弦があるということで、こちら6弦のロクちゃんです。さあそしてねこのモデルも結構使ってる方多いんですけど、ギターでもねダブルネックって言ってね、こうあるギターがありますけど、三振にもありましてね、ででーん、これはダブルネック三振でダブちゃんと呼んでます。まあ三振が2つあるって思ってもらえればね、まあキーを変えて調子を変えて、上は下が転調とかにね便利で、
下でも。ダブルで店長とかによく使う、これはダブちゃんです、はい、今日はシューベルト津田の多分もしかしたらダブちゃん今度ライブちょっと音もするかもしれません。はい、今日はシューベルト津田の可愛い子供たちご紹介しました。ありがとうございます。